プレイますよ。あ、いえ、すいません、あの、連続しております、吉村です。私はあの最初入ったところの代理店部の今はなきあの代理店研修課というところにいまして、で、あの、このビルができるときにあの地方になって、それ以来ずっと東京は離れまして、地方にずっといたんですが、最後の職場に今なったんですが、あの、AGC サービスで、またやっぱ代理店の教育の仕事をやるということで、で最初と我々がちょうど同じような仕事を、やるということができまして、あの、非常にこのままのまた再雇用で、このままビルにすることになりまして、今あの、同期があの同じ会社にですね、6人、今日まだ来てない佐藤、佐藤来てないのが高井、それから、千葉、それと今さっき挨拶した富永さんと松永さん、6人もいますんでね、あのしょっちゅう同期の会員のいろいろ噂話が聞くんですが、今日ちょっとあの名前は覚えてるけど顔をちょっと見合わせた方もいらっしゃるんですけど、あのまあ人のことは言えないんですけど、お互いにやっぱ髪の毛の量とかいろいろ量とか違ってるのは非常にあの、やっぱりどうかだっていう親しみを感じるんで、今日は楽しみです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。